石屋製菓プレゼンツアウンジェイの北海道の四季。皆様こんにちは。和楽器ユニットアウンジェイクラシックオーケストラの尺八担当石垣青山です。アウンジェイの北海道の四季。この番組では和楽器奏者である我々が二十四節気七十二候をもとに日本古来からの季節の捉え方を皆様と共に学んでいく番組です。本日のアシスタントはこの方、なでしこ J アンサンブル尺八担当田辺しおりです。はい、しおりちゃんよろしくお願いいたします。早いね、もうこれ年明けて1ヶ月半経ってるんですね。15日、はい、早いね。まあまあ今年に限らずなんですけど、自分のプライベートで、まあ、僕らこう、はい、まあ、ミュージシャンとしてやってて、他の人のコンサート見に行くことってありますか？うん、あ、結構ありますね。そう、時間があれば行きたい派なんですけど、例えば、まあ、年末だ、今年まだあんまり行ってないですけど、年末立て続けにいろいろ行ってて、あら、例えば、最近ずっと行ってなかったのだと、長唄のお囃子さんだけのコンサート、リサイタルだったんですけど、もう本当に迫力がすごくて、何人ぐらい舞台に、何人いらっしゃったのかな、もう三味線が5、6人いらっしゃって、お囃子も、なんだ、大川から鼓、で太鼓、農館とかもあって、歌の方も5人ぐらいいらっしゃったのかな、20人ぐらいか、じゃあ、すっごい迫力でしたね。そうなんです、長唄ってね、各パート1人じゃなくてパートごとに複数人ね、いることがすごく多くて、そうで、なんかお一人一人のその、パワー自体もすごいんですよ。演劇というかその歌舞伎とかでこう聞くと、演者さんというかね、こうお芝居の方にどうしてもこう目が行きがちなんですけど、そうだけどやっぱりお囃子だけだとやっぱ熱量すごい高くなってるのか、出ていい時だもんね、それはね。いや、すごかったですね。おすすめおすすめほら、でも長唄ってさ、長唄って書くだけあってさ、一曲長いって言うでしょ。そう長いけど、全然それこそ40分とか普通にありましたけど、鏡獅子とかも、でも全然楽しくいけると思うけど。ちなみにどちらでご覧になったんですか？場所は清井ホール、四谷にあるね、清井ホールの、よかったですね、はい、すごい間近で見れたから。どっか行かれます？僕はコンサートはやっぱりでも何かしら自分が関わったものとかに行くことがやっぱ多くて、まあ、例えば朗読劇みたいなのとか、あとは、まあ、そうですね、そのいわゆる演劇に楽曲参加してて、それを見に行ったりとかっていう、でももともと俳優さんとかもやられてたから、演劇とか好きなんじゃないですか？いや、でも好きですね。まあ、見るのは割と好きですね。まあ、軽妙なのはやっぱ好きですけど、僕まだ見に行ったこと、現場に見に行ったことないんですけど、新幹線さんとかね、劇団新幹線とかね、そういうのもね、見たら面白いですよね。そう、でもなんか、僕は旅行とかもそうなんですけど、コンサート、ライブ、旅行とかって自分で計画して何月何日の誰の見に行こうっていうのが、すごくなんかで やらないできない、なんかね、発想があんまない、そういう発想が。じゃあ今度お誘いしますよ。そういうのは行きます強制的にそういうのはもうぜひぜひ、そう、声かけてもらったら、あ、面白そうだなって、別に興味なかったりとか知らないものでも、行ってみようっていうふうには結構思う。でも楽しいですよね、いろんな刺激もらえるから。他はなんか、例えばさ、テレビとかさ、アニメとかって見たりしないですか？こうテレビアニメ、アニメあんま見ないですけど、ま、映画とかは見ますね。映画、そう、家族全員見に行って私だけ見に行ってない、スラムダンクの映画は出た、絶対見に行きたいんだけど。スラムダンクはね、年末行ったんですけど、めちゃくちゃ良かった、ね、みんな言うあれ、それこそ公開前は、その情報の、まあ出し方云々でね、ちょっとこう、大丈夫かなっていうスタートの仕方だったのが、蓋開けたら文句言う人本当にないですからね。そうらしいですね。では、本
当に見た方がいい、そうなんか熱量高く、うん、でも言わないから見に行ってって言わない、もうまあ、ぜひ見に行っていただきたい。原作は読みました、ちなみに原作読みました、バスケ部なんで。あ、そうなんだ。そう、じゃあもうなおのこと、なおのこと、いやめちゃくちゃいいです。あ、そうなんだ、ね、泣きました。な、あのね、うん、泣いた。そう、みんな泣くらしい。涙出たね。しかもね、一回じゃねえんだよ。何箇所かあるんだよ。あ、じゃあ行こう。絶対行こう、やっぱり。しかもね、うん、映画見に行ったでしょ、うん、で、その年末だったんですけど、スタッフロールが、はい、まあ、出てきて、何気なく見てたら、うん、音楽が、武部聡さんだったんですよ。うん、で、武部さんって僕ら、アウンジェイが、1月の9日に、大黒摩季さんと、はい、大黒祭りっていうね、コンサートでコラボレーションさせていただいたんですけど、うん、はい、ピアノをその武部さんが、あ、そうだったんですね。やられてたので、その、全然知らないで見て、わーっと思って、だから、次に会った時に、そう、スラムダンク見に行きましたそう、音楽もめちゃくちゃいいって言ってて、なんか最近ちょっとだけ高く、うん、入館料っていうか払うと、うん、音がめちゃくちゃいい映画館あるらしい。あーね、映画館も最近すごい種類がね、増えてますからね。ぜひぜひ、はい、いや、そう、音楽も素晴らしかったですさあさあ、はい、ということで、まあ、そのコラボレーションね、いろいろありますけれども、はい、我々和楽器も、はい、まあなんだろうな、それこそ僕らが、僕も勝利ちゃんも親が、その楽器をやってるじゃないですか、はい、尺八だったり、まあ、お琴だったり、うん、でその当時に比べて今の方がよりいろんな分野の人とこう、うん、コラボレーションする人増えたと思うんですよね。そうですね。で、まあ、僕らもどっちかというとそういうコラボレーションする人たち、うん、する側だと思うんですけど、今までどんな楽器とやってきました、しのりちゃんって。例えば、どうだろう、まあでも洋楽の方は一緒にさせていただくことも多いですけど、うんうんうん、例えばそれこそ海外とか行くと現地の民族楽器とかもあるし、うんうんうん、最近はなんだろう、電子楽器みたいなエレキチェロとか、あ、そういうエレキチェロね、うんうん、電子系もやってるかな。でもやりたいのは実は声っていうか、まあ、照明とか、なんかそういう、なんかもう何でしょうね、人間から出るものってもう何も絶対勝てないと思うんですよ。 いや、いいですよね、うん、実はですね、うん、やったことあるんですよ、照明。どうですか。めちゃくちゃめちゃくちゃ面白かったですよ、それは。歌舞伎と日本舞踊と、うん、和楽器と洋楽器に照明が加わるっていう、うん、もうやばいですねまあ舞踊劇だったんですよ、すごい、うん、舞踊劇で、うん、で、バイオリニストに、大谷さんっていう、まあ、すごい、うん、著名な女性のバイオリニストで、うん、で、チェロは堤さん、うん、で、サントリーホールとね、札幌のキタラっていうの、ん、札幌と福岡と、あ、うん、福岡アクロスだから来たらでいいんだ。その3カ所のホールが、ああ、まあ、中心になって、で、歌舞伎が、中村福助さん。うん、はいはい。で、一度の方倒られて、今復帰して来られてるんです。うん、その卑弥呼の役を中村福助さんがやられる予定だったんですけど、うん、まあ、ちょっと倒られたので、息子の、中村小太郎さんが、その卑弥呼役をやって、うん、で、なんか、例えば、そのなんだろうな。天地開闢とか、そのそういういろいろある中で、照明が15人ぐらいかな。わあ、いいなーなてかって言いながら、うわって舞台の上上がってきたりとか、客席にいっぱいいたりとか。またあの人たちすげえ飲むんだ、あ、そうなんですか。で、それ増上寺、はいはいはい、で集まってね、そういう照明をやる団体というか組織があるみたいなんだけど、うん、そこの人たちが来て、いや、なんか私の理想はもうめちゃくちゃ木魚並べて、うんうんうん、すんごい大きいのとか、はいはいはい、もうそれで全部を囲って、うん、照明の人にも囲まれて真ん中で釈迦寿服、あ、よかったよ、聞くだけじゃなくてよかった、釈迦寿服のね、そこでね、やってみたい。じゃあ面白いですよね、やってみたい、うん、どうですかねでもなんか尺八と照明の組み合わせはそれこそ親父の世代ぐらいの時にチラシとかで見た記憶ありますね、うんうん、宝山先生とかも ねされてますもんね。ということでね、はい、まあまあいろんな楽器ね、はい、コラボレーションありますけれども、ね、で、ま、
1曲目、はい、お届けしようと思うんですけど、はい、これはねアウンジェイ の中澤の尾上さんと、うん、私石垣がヒデヒデっていうユニットもやってて、そのヒデヒデで曲を作曲して、でも作詞は他の方にお願いしたんですけど、ゲームがあって、はい、ゴシックは魔法乙女っていうアプリのシューティング、アプリのシューティングゲームなんですけど、それの中のキャラクターソングを作るっていうので、すごい、はい、面白い、やらせていただいたのがあるので、はい、1曲目その曲をお届けしたいと思います。はい、幻影閃光忍法帳、ヒデヒデ作曲の幻影閃光忍法帳お聴きいただきました。はい、ありがとうございます。それでは本日の石屋製菓さんのスイーツのコーナーに参りたいと思います。イエイイエイ。本日ご紹介するのはこちら、ででん、サクラングドッシャー18枚アソート。まあ石屋製菓さんといえばあの白い恋人でありますけれども、あの白い恋人もね、うん、あの、はい、ラングドシャーで、まあホワイトチョコレートを包んであるんですが、こちらの、サクラングドシャーは様々な味わいのチョコレートを色とりどりのラングドシャでサンドした、サクは白い恋人の美味しさを受け継いだお菓子です。うーん、あ、だからサクっていうのがまあ商品名なんですかね。サクラングドシャ。軽くて口どけの良いサクサク食感のラングドシャは石屋が長年磨き上げてきた技術の賜物。定番シリーズ6種、北海道チーズ、ミルク、キャラメル、ジャンドゥーや北海道ワイン、抹茶ミルクが各5枚入った30枚アソートです。ということでさあ、お好きなのを取ってください。なんかホワイトで人気商品らしいですよ。おお、これどれがいいか。そうですね、昨日ね、うん、あのバレンタインデーでしたからね、もう今からお返しを考えないと、もらった人は。あ、それはこれなんだろう。 それはね、なんか綺麗な北海道ワインだと思います。ワインの味をわからない私が。僕ジャンドゥーヤにしようかな。ジャンドゥーヤね、前この番組でね勉強したんだよな。やりましたね、ナッツとか入ってるやつ、ヘーゼルナッツが入ってるのが確かジャンドゥーヤだった気がするんだよな。そう、カカオが足りないから代わりにヘーゼルナッツを使ったのがジャンドゥーヤじゃなかったかな、確か。いただきます。いただきます。うん、ジャンドゥーヤ美味しい。すっごいこれ香りが。しおりちゃんが食べてるのは北海道ワイン。うん、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 いい香りですよ。すごい。北海道ワインはですね、うん、北海道産ワインのチョコレートをほんのりぶどう色に色づけたラングドシャでサンド、ワインの風味豊かなお菓子です、うん、そう、なんかぶどうのお菓子ではなくてやっぱりちょっと大人ワインのね、ワインの、しかも北海道産のワインですからねこれジャンドゥーヤはね、チョコレートとラングドシャの両方にトルコ産ヘーゼルナッツを使用。口に入れた瞬間から食べ終わるまでジャンドゥーヤの芳醇で豊かな味わいが続きます。うん、他にもありますよ、ミルク、キャラメル、北海道チーズ。どれかいきますか。北海道チーズ食べたい。北海道チーズいただきました。はい、どうぞ。北海道チーズはですね、うん、北海道トカジ産のゴーダチーズを練り込み、うん、オホーツクの塩を効かせたチョコレートをレモン風味のラングドシャでサンド、北海道ならではですね。すごい。どうですか。確かに、うん、いただきます。うん、美味しいって言ってるのが聞こえた。うん、これ単品でもあるんですかね。あ、それ、あ、その北海道チーズお気に入り召しました、うんうんうん、お気に入りです、これ美味しい。さあさあ、さまざまな味が楽しめるこちらサクラングドシャ18枚入りアソート、うん、こちらはですね、北海道外の、石屋直営店、そして大通り西4本店石屋オンラインショップでお買い求めいただけます。石屋のオンラインショップ日本全国どこからでもご注文いただけますので、ぜひ皆様サクラングドシャー、ぜひ試してみてください。パッケージもかわいい、パッケージもかわいい、ぜひぜひ皆様お試しください。
それでは本日の七十二候のコーナーに参りたいと思います。日本には七十二候という72の季節があります。季節ごとの鳥や虫、植物、天候などの様子が72の時候の名前になっており、約5日ごとの自然の変化を知ることで、きめ細やかな季節の移り変わりを感じることができます。もうね、はい、暦の上では春になってるんですよ。立春になってまして、まだまだ寒い日が続きますが、立春の本日は2つ、七十二候がございます。一つ目は、うぐいす、鳴く。うぐいす、鳴く。まあこれは分かりやすいですね。もうそのままって感じですね。はい、春の到来を告げるうぐいすが美しい鳴き声を響かせる頃、かつては梅の咲く季節、梅の花、かんばしとも呼ばれていました。まあ、別の、七十二候のね、別の言い方があったってことですね。梅の花かんばしっていうのも今いいですね、なかなかね、かぐわしいってことでね。たもう一つがですね、うお、氷に上がる。うお、氷に上がる。まあ魚がね、暖かくなって湖の氷が割れ、魚が跳ね上がる頃と、うん、なんか、うお氷に上がるっていう字面だけ見るとなんか寿司三昧かなみたいな。マグロの解体ショーみたいな感じの。っていうことじゃなくてね。氷が割れて、その上にピョンって魚が出てくるよと。春先の薄く張った氷のことは、薄らい、薄い氷と書いて、薄らいと呼びます。いいですね。こういう別のね、呼び方とかもいいですね。さあさあ、今日はどうしますか？じゃあ。どうしましょうね。私ウグイスしていいですか？あ、ピーピーしちゃってください。ほうほけきょう。ほうほけきょうかな。そしたらこう氷に上がったウオを、うん、ああそういうことか。やってもらって。あ、勝手に二重奏だと思ってました。あ、二重奏にする？あ、いやいやいや。いいんじゃない？今日両方やります。木の上でウグイス鳴いてるその下の湖でこうウオがピチピチってこうしてる。あ、合体させますか？じゃあ。合体させよう。オッケー。よし。それでは尺八二巻でお届けします。うぐいす鳴く、そしてうお氷に上がる。
ありがとうございます。ありがとうございました。織り交ぜましたよ、初のグイスを、はい、ね、入ってましたね、すごい、さすが。はい、ということで、本日は尺八二巻によりますウグイス鳴く、そして魚氷に上がるをお届けしました。それでは本日の2曲目お届けしたいと思います。アウンジェイもね、いろいろ今までもコラボさせていただいてて、まあ、CD ではね、たくさんこの響きサウンドオブジャパンというアルバムで様々なアーティストの方とコラボレーションさせていただいてるんですけど、それ以外にも、うん、まあ、例えば前以前にちょっと一回流させていただいたんですけれども、真っ白の音というアニメのね、はい、主題歌になった、ブリザードという楽曲にね、うん、良平さんと、康平さんと僕と石垣と参加させていただいたことがあるんですが、これアウンジェイ全員でコラボレーションに参加した楽曲がですね、もう10年以上前にありまして、あたりこうすけさんのもともと夏夕空っていう楽曲があったんですけれども、はい、まあ和楽器が、アレンジをして和楽器が全員が加わるという形でですね、お届けした夏夕空フィーチャリングアウンジェイクラシックオーケストラという楽曲があるのでお届けしたいと思います。僕の耳の音で支え
あたりこうすけフィーチャリングアウンジェイクラシックオーケストラで夏夕空お聴きいただきました。はい、はい、本日も約30分にわたってお届けしてまいりましたアウンジェイの北海道の四季、皆様いかがでしたでしょうか。まあね、そろそろ春が恋しくなってくる時期です ね、これね。あとちょっと。あとちょっと。あとちょっとね。あとちょっと。2月って意外と寒いから。まあね、まだまだ、でも2月すぐ終わっちゃうから。そうね。ね、はい。楽しみに春を待ちましょう。はい、ということでですね、はい、お知らせをさせてください。この放送は今オンエアされている他に後日お聞きいただくことができます。まずは、ポッドキャスト。そして、毎月月末にはオンエアの模様を動画にして、YouTube で配信しています。三角山放送局さん、そしてアウンジェイの公式チャンネル、ぜひご覧ください。また、アウンジェイのライブ情報、札幌でもお聞きいただける配信情報などは、公式ホームページをぜひご覧ください。aunj、アウンジェイで検索お願いいたします。そしてですね、アウンジェイクラシックオーケストラ、今年で15周年を迎えまして、おめでとうございます。今15周年記念ライブアウンジェイ 15th year live というものを開催しております。1回目はね、2月の5日に終わったんですけれども、2回目、アジア編と題した2回目が5月7日日曜日、こちら昼夜公演で2時半開演、そして6時開演、渋谷の JG ブラッドというところで開催されますので、これ配信がねないので、はい、ぜひ現地に、ね、皆様足をお運びいただきまして、これ大型の、大型のね、連休を生かして。あ、いいですね。よかったらね、渋谷だからね。ジーブラと素敵なね、ライブハウス、ライブ会場ですので、ぜひぜひ足をお運びいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。また、皆様からのご感想や、和楽器についての質問、こんな曲かけてほしいなどお待ちしております。ツイッターの三角山放送局にぜひコメントください。いただく際には、ハッシュタグ AUNJ4S を入れてつぶやいていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのは、アウンジェイの尺八担当石垣聖山と、なでしこ J アンサンブル尺八担当田辺しおりでした。それでは皆様、また来週。バイバーイ。